ゲストの和島浩一さんは風邪で今日はお休みさせていただくんですが、豊田さん、はい、あの小熊の再起戦、小熊にとって大事な一戦ですね。そうですね、これを勝ってまた、再度世界、タイトル挑戦という話も出ておりますからね、はい、ぜひ、倒してそれで、挑戦してもらいたいですね。はい、そういった意味で非常に注目されます。さあ、お待たせいたしました。それからリング上に両選手が入場いたします。まず青コーナーから韓国のパク・チョンヨン、ボク・サンゲの入場であります。韓国ジュニアバンタム級6位、キャリア3年、まだ19歳です。初来日、相手の馬は世界ランカー、大きなチャンスだし、思い切ってホロカウト試合前使っていました。そして赤コーナーからは WBC 世界ジュニアバンタム級4位、小熊昭二の登場であります。去年5月、水戸でフライ級の世界タイトル4度目の防衛に失敗してから、実に10ヶ月ぶりのリング、一ランク上げてジュニアバンタム転向の今日が第1戦であります。さて、八百板さん、はい、小熊と僕がリングに上がったんですが、まあ、とにかく先ほどもお話しいただきましたが、8月30日に予定されているですね、ジュニアバンタム級の世界戦に向けての前哨戦、もちろん小熊にとって負けられないわけですけど、そうですね、内容も大事ですね。確かにそうですね。ただ、10ヶ月ぶり、それから前の試合の後遺症がどうかということですよね。はい、それが立ち直ってれば、まあ、文句なく小熊君のペースになると思うんですけどね。さて、これからリング上両選手の紹介が行われます。赤コーナー WBC 世界ジュニアバンタム級4位、116パウンド、新日本木村所属、小熊昭二。ジュニアバンタム4位の小熊昭二がコールされました。赤コーナー韓国ジュニアバンタム級6位、116パウンド、こちらが韓国ジュニアバンタム級6位の19歳、パク・サンヨン、ボク・サンゲルであります。マジック・目崎・白雪、テレビ・吉澤・優作。今日のこの試合、レフリーは吉澤優作、そしてジャッジは手崎・白雪、森田健、3種の試合管理で行われます。今、試合前の注意が行われていますが、八百板さん、はい、久々の実戦ですよね、小熊にとって10ヶ月ぶりのリング、ね、はい、やはり相手のパクは若いんですが、果たしてどんなボクシングをするかわからない、そうですね、このね、最終ルートになりましてね、相手がスピードつけてこられると、ちょっと戸惑うんじゃないかなと思うんですよね。あ、そうですか、はい、小熊としてはやはりじっくり見ていきたいところだと思うんですがね、最初のうちは。そうですね。さて、背中を見せている方が、ボク・サンゲイです。両者とも白いトンクですが、サウスポースタイル、右手を前に出している方が小熊昭二、そしてオーソドックススタイル、白いトランクス、細い赤いサイドラインが入っています。今右を伸ばしました。こちらがボク・サンゲイであります。試合前、小熊ですが、とにかくお客さんに納得してもらえる試合をしなければ、ただ勝っただけではダメなんだと。そしてジュニアバンタムというクラスがどういうものか、この試合で目処をつけたいと言ってましたがね。第1ラウンド、小熊がほとんどまだパンチらしいパンチは出していません。左を伸ばしました。右から左です。さあ、ロープに詰めた小熊ですが、うまく体を寄せました。僕であります。右を伸ばしました。右と右の相打ちです。八百板さん、はい、ボクサンゲイの方なんですが、ボクサーファイターと聞いてるんですがね、左のボディ打ちが、ワンツーからの返しの左のボディ打ちがうまい、そして右のフックもパンチがあるということを聞いてるんですが、まだあまり出してないですね。出してないですね。ただ思いっきりは出したんで打ってきますね。はい、今でも右のアッパー空振りしましたけどね。ちょっと右のショートフックを引っ掛けました、小熊です。そして右を伸ばしました、ボク。
国の選手というのは非常に打たれ強いメントですね、はい、この選手はほとんど足使いませんね、あのベテラン足ですよね、ですからね、踏み込んでは打てないですね、はいはい、それからあのこの両選手の周りなんですけどね、はい、あの僕がなんかお馬に合わせているようなところがあるんじゃないですか、どうですか、そうですね、あの、やはりお馬くんが右をうまく使ってますね、あ、そうですか、はいはい、それとね、右足を外に出してでしょ、両選手の左、はい、あの足もね、外に出して、ね、右に回ろうとしてますよね、大馬くんが、そうですね、これはいいことですよね、はい、やはりね、刺すとこれじゃなければいけないんですよね、はい、あの、お馬がですね、はい、あの僕にその、なんていうんですか、左へ回させないようなボクシングをしてますね、今のところ ね、 ですね、大きな右です、体を寄せてきました、僕第1ラウンド残り時間が少ないんですが、静かなスタートです、小熊商事のジュニアバンタム転向第1戦、左のアッパーカットを小さく突き上げようという僕ですが、それで第1ラウンド終了、八百田さんの再戦は10対10、第1ラウンドは差がつきません、これから第2ラウンドを迎えます、赤コーナーの WBC 世界ジュニアバンタム級4位元世界フライ級チャンピオン小熊商事であります、福島県郡山市出身の30歳、戦績は46戦しまして36勝9敗、1つの引き分け、36勝のうちには20のノックアウト勝ちが含まれております。さて第2ラウンドに入りました、身長は画面左側の小熊商事が163センチ、そして一方の僕三栄でありますが、こちらが162センチであります。ほとんど上背は変わりませんし、おっと、蹴り当たった、さあ、馬集めていきます。ましては踏み込んでおりますからね、そうですね、左のストレート。小熊商事にとって10ヶ月ぶりのリングなんですが、気持ちとしては八百田さん、良さそうですね。感冒、いいですね。みんなパーカット、右のショートアッパーです。体を寄せて小熊を離しました。僕も右を返します、あと小熊の右目の目尻が切れました ね、 ですね、今体を寄せた時にバッティングでしょうか、小熊の右の目尻がうっすら高くなりました、小熊がバックハンドを使いました、これはいけません。第2ラウンド動きが激しくなってまいりました、小熊商事のジュニアバンタム級再戦、これでも小熊君がねちょっと荒々しいボクシングを考えているんですけど、左僕がロープ行ってくれた、右今回り込まなきゃいけませんね、右の打ってですよね、右の打って引っ掛ける、はい、引っ掛けて回ることね、あの昔の馬はですね、はい、割と相手に打たせなくてですね、あのビザの判定でものにするというケースが多かったんですが、3年前ぐらいから馬どうでしょう、なんかあの肉を切らせて骨を立つようなですね、一緒にね打っちゃいますからね、打たせるボクシングに変わりましたもんね、はい、激しい打ち合いです、タイムスク第2ラウンド、僕が後線に出ています、旧若い選手は怖いですね、怖いですね、はい、画面右側、韓国のボクサンエイですが若干19歳、一方の馬は 11年と3ヶ月のキャリアがあります、30歳です、非常に若々しいパンチを繰り出してきます、右のストレート、僕のパンチです、また右服です、しかし小熊を右を返しました、第2ラウンド動きが速くなっています、小熊の右の目尻の傷がちょっと気になります、右のストレート、僕のパンチです、しかし比較的浅いパンチ、矢部さん、試合前にあの僕選手はですね、はい、小熊選手はサウスポーだけどそれほどカウンターは打ってこないし自分としては思い切って突っ込んでいける、立ち込みやすいんだかなということを言ってたんですがね、よく見てますね、見てますね、はい、しかしあの、ね、右のストレートがよく当たるわけですよね、そうなんですね、サウスポーには右のストレートが有効だということを言いますが、今日の僕非常に右を、おっと小柄右だ、今度は小柄右、逆転としました、僕三重、はい、第2ラウンド、はい、今度時間がありません、これで第2ラウンド終了です、八百田さんの対戦第2ラウンドは僕が取っています、10対9、小熊がワンポイント失いました、試合これから第3ラウンドに入ります、
青コーナーの韓国ジュニアバンタム級6位ボクサンエーです。パクサンヨン戦績は実戦しまして7勝1敗2つの引き分け。1963年6月10日韓国の全南生まれ19歳であります。8人家族6人兄弟の末っ子ということです。デビューは1979年の1月1日16歳になった時ですから、キャリアは3年3ヶ月若干19歳のボクサーであります。八百田さん、はい、第2ラウンドに僕の方にですね、はい、ポイントをつけました。右のストレートですね、はい、他にこの右のストレートをね、叩きつけたの右のストレートを打ってましたね、はい、それとね、やはりサース対サースポー戦っていうのをうまく復帰してますね、はい、しかし八百田さんですね、小熊という選手はもちろんフライ級のタイトルを取りました。僕短期戦も含めてですね、韓国人とは8回戦ってるんですけど一度負けたことないんですよね、そうですね、韓国キラーとまで言われてる男なんですが、第2ラウンドちょっと打たれました小熊であります。右目の傷ですね、小熊のね、この辺は大丈夫ですかね。大したことないんじゃないですかね、はい、これは振り切りじゃないですか。昨年の5月メキシコのアントニオ・アベラルとの4回目の防衛戦に失敗した小熊、それから実に10ヶ月ぶりのリングであります。ジュニアバンタム級に転向して8月30日には韓国の WBC ジュニアバンタム世界チャンピオンキン・テッコーとの試合が予定されております。このね、はい、ボクサー選手が、ね、右を打ってくるときは必ず左のガードを下げるんですよね。あ、そうですね、ですからね、小熊君は右のフックを狙えると思うんですよね、はい、いち早くこれは見抜くことが一番なんですけどね。そうですね、今のですよね。僕が右を出しましたが、馬を右を返しました。左のガード下げてきましたね、はい、サースポースタイルの馬昌司、本来は右利きであります。右の方がパンチは強く、中学の時剣道をやっていたのでどうしてもボクシングの構えをするとき右手が前にして出てしまう、竹刀を構えるときの格好になってしまうということでサウスポースタイルでボクシングを行っていますが、今度は右の方が強い選手です。さあ右から左、ちょっとワイルドなパンチがボクサンエレ、八百田さん、はい、この第3ラウンドもですね、僕が思い切って打ってくる、で小熊がそれにパンチを返すという感じなんですが、ちょっと両選手がもつれる感じが、ね、ありますね。これね、小熊君がね、はい、左のストレートをね、軽くさらっと出してもいいんじゃないかなと思うんですよね。あ、そうですか、それから右のフックの返しね、この右のフックにパンチあるんですからね、この選手は、はい、どうしても先手を取られてますね。第3ラウンドも残り時間が少なくなりました。小熊にとってはこの試合スカッとした試合をしたいところだと思うんですが、第3ラウンド終了、八百田さんの採点、このラウンドは10対10であります。試合はこれから第4ラウンドを迎えます。赤コーナーの小熊昌司ですが、現役では競泳ジムの上原康恒31歳、そして東海リサージムスパイダー根本31歳に次ぐ最古参になりました。今年の7月22日で31歳になります小熊昌司ですが、さてここまでの様子、セコンドの指示などを赤コーナー酒井アナウンサーに聞いてみましょう。酒井さん、はい、取り立てて細かい攻撃面のあれば必要はないんですけども、セコンド陣はまず小熊は力まないこと、はい、向きになって自分のリズムを忘れるなということを盛んに言ってますね。あ、そうですか、それからやはり放送席でも話題になってましたけども、ボクス選手がいきなり振ってくる右のストレート、はい、これはやはり気をつけなくちゃいけないということを言ってます。なるほど、それからもう一つですね、バッティングですね、これをやっぱりもっと注意しなくちゃいけないと、はい、ちょっと赤くなってますけどまだ大丈夫ようですね。そうですか、はい、まあ八百田さん、はい、小熊にとってはですね、去年さらにその前の一昨年全て世界戦15回戦だったんですよね、はいはい、それがまあ久々のリングでノンタイトル10回戦ということですから、どうでしょう、気分的にはリラックスしてるはずなんですがね、いやそうでもないですね、やはりちょっと硬くなってる感じしますよ、はい、もう少しリラックスしてもいいんじゃないかなと思いますね。それから相手の今日の僕ですが、はい、もちろん今までボクシングを見たことないわけですし、
この1ラウンドからこの4ラウンドまで本当にグラブを交えた感じでね、自分の実戦の感も取り戻していかなければいけないわけですね。そうですね。それとね、もうここもこうベテランになりましたらね、1回1ラウンドでもうグラブ合わせたらすぐわからないわけですよ。はい、そしたらみんなが馬のパンチいいかね、それぐらいもう当に分かってるはずなんですよね、はい、僕の左に小熊が右を合わせました。飛び込んでの右です。小熊今度は左、これでいいですね。寄せっこに左のパーカット、体を寄せていきます。右のパーカット思い切って打ち合っています。小熊このね、僕のね、真ん中から来るストレートね、これ気をつけないといけないですよ、はい、思い切り打ち下ろしてますからね。右のストレート、僕のパンチです。左のフックを振りました。確かにあの先ほど私ご紹介申し上げたんですけど、はい、昨日グマというのは本当に打たせると言いますかね、さらに自分がそれ以上叩くというボクシングをしますね。あの前と全然変わってきましたね、はい、右へ右へゆっくりと回ろうと読みます。右のフックを引っ掛けました。おっとこれは頭ですね頭がぶつかりました。スリップです。これはねどうしてもね、右の人とサスポの人って、ね、はい、当たりやすいんですよね。あ、そうですか、同じように向いてますからね。そうですね。さて第4ラウンドもほとんど時間がありません。これで第4ラウンド終了。矢内さんの採点10対10、このラウンドも3ラウンドに続き差がつきませんでした。青コーナーのボクサンエーですが、10回戦は今日が初めてです。しかしスタミナには十分自信があると言っていました。前回の試合は今年の1月3日、引き分けに終わった試合ですが、今日まで2ヶ月ちょっと前回の試合から間があるので100ラウンド以上のスパーリングを消化したと、語ってくれました。ボクサンエーです。試合は第5ラウンドに入っています。右をついて攻め込もうという小熊ですが体を寄せてきます。あの八百田さん、はい、あのボクサンエーは3年3ヶ月のキャリア、小熊の方はですね、11年3ヶ月のキャリアなんですね。19歳と30歳なんですが、この僕が若さはあまり感じさせませんよね。そうですね、なかなかねうまい攻撃してますよ。そうですね、はい、さてその僕のコーナーですが、セコンドの指示、近藤アナウンサーに聞いてみたいと思いますが、近藤さん。はい、青コーナー僕のコーナーです。非常に熱っぽい声が出ているセコンド陣なんですが、とにかく今は僕にとっては大変いいペースで試合が進んでいるということですね、はい、それから相手のパンチを怖がらない若さというのがいい方に出ているというふうに言っています。そうですか、それからパンチの方なんですが、右ストレートから左フックというこの攻撃がもう少し出ればなということです。あ、そうですか、はい、わかりました。さて第5ラウンドですが、大きく左を振るっていきました。僕右のストレート、しかし八百田さん、はい、小熊もですね、相手との距離を詰めた時にですね、ちょっとなんか先ほどいいアッパカット見せましたけど、はい、なんかタイミングを計りかねてるというような感じがありますね。そうですね。僕選手がね、僕が感心してるのはね、はい、自分の左と思って小熊君の右をね払うんですよ、はい、それで右のストレートを打ち下ろしてるんですね。なるほど、この辺これですよね、うまいですよね、この辺は、はい、やはり対サスポー戦ということをやはりだいぶ頭に入れて研究してますよ、これ。そうですか、はい、あ、小熊の方はそう、僕の右ですが、左の目尻の上もなんかうっすらと切ったようですね。左右の目の上を切りました。目尻を切りました。小熊翔地苦しい試合、飛び込んでの右ですが、まあ今まで僕という選手は実戦して7勝1敗2つの引き分け、負けが1つしかないんですが、とにかくダウンしたことがないというスタミナ発作を起こります。場内もシューンと静まり返っています。まあ
ワルトさん、はい、場内が静かにね、こう戦況を見守っているという感じなんですが、どうなんですが、お馬がまだ自分のボクシングをしてないなという感じで皆さん見てるんですかね。確かにそうですね。あっと右のストレート、ボクシングはやってないですね、はい、見てますとね、なんかじれったいですね。じれったいですね、はい、であの僕の身が当たるんですよね。よく当たってますよね、はい。ロープに詰めようとしたお馬ですが、僕がうまく体を回り込んでよけています。さて、ここで第5ラウンド終了。八百津さん、このラウンドも10対9、僕にポイントをつけています。髪にレブロンフレックス、約60秒でトリートメント&リンス、髪質、トリ、フレックスヘアートリートメント、今花いっぱいプレゼントセール実施中。暮らしに愛と潤いを。この唐辛子は元はといえば南蛮トライなんですね。そして日本から朝鮮に渡った。からし明太子は朝鮮の塩辛の傑作です。モランボンのからし明太子新発売。モランボンです。じゃん。さて、試合はこれから6ラウンドを迎えるわけですが、パク・チャンヨン、ボク・サンギレであります。初めての東京の印象ですが、大きい町だ、大変綺麗で素晴らしいと語っています。空手を1年ほどやっていたんですが、世界チャンピオンを夢見てボクシングを始めたそうです。キャリアは3年3ヶ月。さて、第6ラウンド、八百津さん、八百津さんの回転ですと第2ラウンドと今の第5ラウンドですね。そうですね、僕が1ポイントずつ取って2ポイント優勢になってますが、この右ストレートにやられてますね、はい。なぜこの右を殺すようなことしないと、うん、もっとあの自分の音楽を右に回っても、右の僕はジャブでもいいんですよ、はい、トップ入れることね、はい、右がどんどん回ること、もっともっと動いて、そうですよ、はい、そうするとね、相手の右のストレートが遠くなりますからね。ああ、なるほどね、はい。それで右のフックで引っ掛けておいて左のストレート入れるとかね、はい、いろいろ工夫したらいいんですよ。もうベテランですからね、できないことないんですから、そうですね。あっと、右が伸ばしました。右のストレート、馬のパンチです。そういうのも当たるんですよね、はい。そうするとね、ボク選手がね、右のストレート打ってくるでしょ、まっすぐ下がっていくんですよね。それが一番悪い癖ですよね、ボク選手の、はい、馬君の。また今、レフリーの吉田優作に頭を注意されましたが、まあ、八百津さん、確かにサウスポーと戦うときはですね、オーソドックススタイルは、左足が前に出てるわけです。サウスポーは右足が前に出てて、踏み込む足がですね、お互いにこう、クロスになりますからね、どうしても頭と頭が近くなります。右を伸ばしましたが、馬の右を返して、右のフック。接近戦ですが、クリンチです。うまくはね、ボク選手のこの右一本にね、はい、苦労されているわけですよね、こんなものいつでも料理できるはずなんですよね、そうですね、このベテランですから、はい。また右です、僕のパンチ、しかしこれは浅いパンチです。あっと右のストレート、変装感謝の右のストレート、ボクが右、そしてお馬が右を返しますが、ちょっと後手になってますよね、そうです、全部後手ですよ。左のボディーブローです、僕のパンチ。しかし若さでしょうか、僕が思い切って体を寄せていきますね。確かにあの僕の右の目の下は腫らしてるんですが、小熊の右目の目、右の目尻からまた鮮血が一つに流れ落ちています。自分のコーナーに詰めようという小熊ですが、体を入れ替えました。ちょっとバランスを崩した感じの小熊であります。第6ラウンドも残り30秒を切っています。ボクサンイエにとっては現在韓国ジュニアバンタム級6位でありますが、相手はなんといっても WBC 世界ジュニアバンタム級4位の選手。ロイカさん、このオグマにもし勝つようなことがあればですね、一気に世界ランク入りの、チャンスですからね。右のストレート、また右です。オグマも右を合わせました。八百津さんの採点、第6ラウンド終了ですが10対9、このラウンドも僕が取っています。スーパービデオテープ誕生。これからはこれがビデオテープの色。富士ビデオカセットスーパー HG。
石の荒野。我が裏の現在完了。さて試合の方はこれから第7ラウンドを迎えるわけですが、画面右側が WBC 世界ジュニアバンタム級4位の小熊翔士、画面左側が韓国ジュニアバンタム級6位のボクサンエーであります。八百田さん、はい、第2ラウンド、そして第5ラウンド、第6ラウンドと八百田さんの採点では小熊がですね、スリーポイントを落としてるんですよね、はいはい、まあ、確かにあの厳しい採点をする八百田さんではあるんですが、まだ小熊のいい面というのは本当に出てませんよね。出てないですよね。この選手のいい面というのはね、はい、右のアッパー打ったり左のストレート打ったりね、はい、これが得意なんです。右のアッパーから左のストレートね、はい、これにいいものを持ってるんですけど、ね、全然そういうパンチすら出してないですからね。さあ短く右を突いてボディ攻撃、そしてまた右を返しました。今みたいにボディをバーッと連打しておいてね、離れてすぐ右のフック、これがやはりベテランなんですよね。こういうものを繰り返さなきゃいけないですよ。今日のこの試合スカッと勝って、まあ、対戦を飾ってですね、そして8月30日に予定されている韓国の WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン金鉄光との世界タイトル戦に一気に持ち込みたい小熊翔士なんですが、今日はちょっと苦戦を強いられています。高川さん、はい、赤コーナーですけども、やはり木村会長もですね、やはり小熊、去年の5月以来10ヶ月ぶりということでですね、はい、やはり実戦の感が今一つ戻ってないなということを言ってますね。なるほど。それからやはり第6ラウンドまではまだ力みが感じられると見られないと、こういうふうに言ってます。あ、そうですか。まあ、これから8月に小熊が挑戦しようという金鉄光はですね、日本で渡辺二郎、ジャッカル丸山、そして石井幸喜と3人が挑戦してるんですが、いずれも出場を受ける強いチャンピオンですからね。そうですよ。第7ラウンド、また両者の動きが激しくなりました。接近してのボディ攻撃。八百田さん、思わずあの場内から大熊頑張るというね、大きな声が上がってるんですが、この回あたりまずあの攻めていって左のストレートなんか打ってるでしょ。非常にいいことなんですよね、はい、そうですね。元世界チャンピオンの意地もあるでしょう小熊。この後のラウンドいいボクシングを見せてもらいたいものなんですが、だいぶ右目尻からの出血がひどくなりました。左の今の服がオープンだということで、吉田優作から注意を受けました。これぐらいの選手はね、いくらでも僕はあのベテランになったらあしらえると思うんですよね、それができないっていうのは、ね、何かやはりあのゴテゴテに回ってるということもありますけどね、久々ちょっとね、それからあの私はないなと思いますね。そうですか、はい、はっきり言います。年齢的なものもあるかもしれません。あの思うようにもしかすると自分の体が動かないのかもしれませんよね、あと飛び込んだの左です。また僕右を返しました。また右ですが小熊接近してのボディです。左右のボディ攻撃を受けてきた。初めて発見しました。やはりね、どっかで角度を生かしてくれないと止まるんですよね。第7ラウンド終了です。八百田さんの対戦が10対10です。だいぶあの足を使って動きを速くして飛び込んでの左右のボディ攻撃を見てたんですが、そうですね、まあ、八百田さんの採点は10対10にとどまったわけなんですかね。右のストレート、右のストレート、左のフックですね、これを打たれてるということ、はい、いい、あの、まあ、今回はあの音楽のいいことはあの接近して左のストレート打ってることとですね、うん、今大川さんにおっしゃったそのボディを打って、はい、離れてすぐこの右のフックで切り替える、これがいいんですよね、はい、これはね何回もやることね、しつこくね。なるほどね。あの、はい、キャリアのない選手はね、こういうことを やられる、やる気を感じますからね。だからそこは必要だと思うんですよ。小熊は今日が実に47戦目、そして一方の僕は11戦目です。まあこのキャリアの差をですね、どうにか生かしてこの8、10、10、10生かしてもらいたいですよね。中盤を一気に畳みかけてほしい小熊であります。右を伸ばしました。このパンチです。北半衛。これね、こう見合ってればね、やはりね、右のストレートボンボン打ってきますよ。そうですよね。はいはい。打たせないように、打たせないように行かなきゃいけないですよね。はい。試合は第8ラウンドに入っていますが、ここまでの八百田さんの採点、残念ながら小熊翔士が3ポイント失っています。若い韓国のパク・サンヨン、ボク・サンエイが3ポイントリードしていますが、試合は第8ラウンドであります。
左のフックを自分でフェイントをかけたんですが、僕の左のフックを切ってしまいました。小熊、しかし比較的浅いパンチで飛び込んでの左ですが、ちょっとタイミングがつかめません。小熊ボクス選手がね、右のストレート打たなくなったでしょ。ええ、やはりね、ボディを打たれてもびっくりしてるわけですよね。そうですか。これはね、どん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 見抜いていかないといけない。そうですね、本当に手数が少なくなりましたからね。そうですね、小熊がじりじりと差を詰めていこうというところです。距離を測っています。ボクが下がるようになりました。右左、僕のパンチ、小熊を右を返しています。ちょっと小熊君ローブローだったですね。はい、吉田優作君ローブローを注意されています。小熊翔一、相変わらず右目尻からの今朝は止まりません。右のフック、小熊のパンチ、いいパンチが出た。いいパンチが入りましたね。いいですよね、はい、これがチャンスですよね。さあ、またヒバッパーガスト、一気に行ってほしい。小熊ベッドスタート、さあ、小熊のパンチ、大きいだ。右のパンチからチャンスを使いました小熊ですが、海外クラウンドチャンスを掴んでいます。左のストレート、宮内さん、今のこの回ですね、小熊らしいところになりましたね。右のアッパー、左のストレートね、はい、これどん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 繰り返さなきゃいけないんですよ。はい、ここで見てほしくないですね。ここで見ちゃうと相手を立ち直らしちゃうわけですよね。ちょっと大振りです。左は大振り、小熊ちょっと大振りになってきましたが、右から左、ボク、しかし小熊を身を引っ掛けました。いい打ち合いです。開発ランドの残り時間が少ない。大体が爪の甘い選手ですからね、小熊選手はね。一発のパンチありますけどね。そうですね、第8ラウンドの中ほどにチャンスがありました。もっと一気にいってほしかった感じもするんですが、ここで第8ラウンド終了、10対9。このラウンドは小熊が取っています。矢内さん、はい、残りのラウンドが90、わずか2つのラウンドになりました。今の第8ラウンドで、まあ、矢内さんの採点ですが、小熊が1ポイント返しましてね、2ポイント差までこぎつけたという感じになってるんですが、この90をとにかく、まあ、オーバーな言い方すればボクシング生命かけてやってほしいですよね。速攻ですよね、もっとね、一気に攻めて、パッと休んだらまた一気に攻めるとね、はい、そのいろいろこうアレンジしてね、攻撃をね、はい、やっていくというかと。それじゃないとね、平凡にボン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 打ってたんではね、うん、相手から打ち返されるばっかりですよ。なるほどね、どんどん変えていくね、はい、の戦法を変えていくというやり方、はい、確かにノンタイトルで、気楽には戦えるだろうが、それだけに無駄な試合、恥ずかしい試合はできないと試合前語っていた小熊、スカッとした試合をこの後9ラウンド10ラウンドで見せてほしいものであります。もちろんあの負けたらボクシングやめなきゃいけないでしょうねとも言ってたんですよね。第9ラウンド後半に入っています。第8ラウンドにやっと小熊のいい面が出てまいりました。これでね、今の回取ったんだからという安心感を持っちゃいけないですよ。そうですね、これで一気に攻めていくんだというね、はい、逆に心構えで攻めていった方がいいですよ。相手はひるんでるんですからね。そうですね、はい、1回戦はあのスタミナに自信があると言っても、本当は初めてのボクサン栄ですから、この辺りからは全く小熊のペースになっていいはずです。左を返しました。小熊の右の目尻ですが、ちょっと出血が激しくなっています。僕のパンチが当たるたびに鮮血が飛び散ります。リング上です。ローブロー、あ、これはローブローです。右のストレートですね。放送席、はい、青コーナーです。セブンブにはですね、今日の小熊について、はい、非常に真剣であると、そして闘志もあるというふうに言ってますね。さすが元チャンピオンじゃないかということです、うん、しかし、まあ、スタミナの方はこちらが若いので自信もあるし、これからはこっちのものですよということを言っています。はい、試合は残りこの第9ラウンド、そして第10ラウンドしかありません。小熊翔二、小熊にとって今日はジュニアバンタム級選考第1戦、大事な試合です。左を返しました。おっと、また左を引っ掛けたボクサンへ。そうですね、
かへ取っとかないといけないんですよ。そうですね、はい、ヤクザさんもそのラウンドが始まる前にですね、とにかく8ラウンド取ってもこの第9ラウンド取らなければ意味がないということをおっしゃったわけですから、もうちょっと見てますね、積極的にいかないといけないですよね、はい。右のストレート、僕のパンチですが、しかしあの第1ラウンドからこの第9ラウンドまで来てるわけですが、この僕の右ね、よく出ますね、本当によく出してますね、はい、僕はキャリアが過去10戦7勝1敗2つの引き分け、小熊の方は実に46戦36勝のキャリアがあります。飛び込んでの左は空振りです。さあ体を入れ替えて小熊が接近戦に持ち込もうとしますが、体を寄せます。やはり僕選手はね、はい、左打つよりは右の方がうまいですね。あ、そうです。と右のストレート、そうチャンス思い切って、あっと見ましたね、ここで見ちゃいけないですよね、見ました。今一番チャンスですよ、体を入れ替えて小熊が見ました。一気にいってほしかったんですが、このラウンドで小熊さんの採点10対10です。さて試合の方はいよいよ最終の第10ラウンドを迎えました。矢板さん、はい、今の第9ラウンドが終わった時にですね、場内何とも言えないため息と言いますかね、ざわめきが起きたんですが、もうお客さんも不満があってますよね。そうですね、今の場合もなぜあそこで行かないんだという感じが ね、ありましたですね。まあ以前の小熊君だったらチャンスあったらね、体ごと飛んでって打ったもんなんですよね、はい、これがないということ。やはりね、1回からこの右に戸惑ってんじゃないかなっていう感じに受けますね。そうですか、右ストレートに、はい、それからまあ10ヶ月ぶりの試合ということで、確かに今までこんなに長く試合から遠ざかったことはありません。小熊昌司ジュニアバンタム級転向第1戦なんですが、非常に苦しい試合になって最終ラウンド、さあこの最終ラウンドに全てをかけるか小熊昌司です。右を伸ばしました。僕セコンドの木村志郎会長の声も強くなってきました。思い切って体を預けていきました小熊です。後楽園ホール2000人近いお客さんが今日の小熊の試合まだ納得していません。最終ラウンドです。これが見てる場合じゃないと思いますけどね、どんどん攻める場合だと思いますよ、はい、やはりまあ、大変元世界チャンピオンであるだけにですね、小熊昌司にとって非常に厳しいことを矢内さんも私も言ってるわけなんですけど、やっぱりこんなはずじゃないということはね、場内のファンもさあ打ち合いだ、しかしうまくボディを攻めようとしますが、奥さんへが体を預けます。やはりね、ボクサーもね、若いということとね、これがラストだということでね、思いっきり来てますからね、はい、それに負けずに打ち返してほしい小熊であります。そしてチャンスをつかんだら一気に畳み込んでほしい小熊です。最終ラウンド、本当に矢内さん見てる余裕はないはずですね。そうですよ、左に右を合わせた小熊です。ボクサーの左に右を合わせようという小熊ですが、右のストレート、ボクどうもなんか小熊のですね、うまさ出てませんね、全然出てないですね、はい、小熊らしい攻撃ってもないですからね、はい、非常に仕上がりはいいということだったんですが、左が立った、左のストレート、小熊のパンチ、これで終わっちゃうわけですよね、クリンチして、はい、もうこれじゃ何にも意味がないわけですよね、はい、さあ最終ラウンドの残り40秒ぐらいになりました。小熊の全てを出してほしいところです。北関栄も右の目の上を切りました。最終ラウンド残り30を切っています。さあ右目からすごい出血、国産兵ですが、右から左、さあ小熊攻め込め、
ません。最終ラウンド終了、第3の対戦10対9、このラウンド馬が取りました。さあ判定になりましたが、八百屋さん、はい、僕の勝ったラウンドが、八百屋さんの対戦ではですね、うん、2、5、6ですね。はい、そうですね。お馬の取ったラウンドが8、9、8、10ですね。8、10ですね。八百屋さんの対戦では1ポイント僕有利なんですが、難しいですね。ちょっと勝ってないんじゃないかなという気がしますね。あ、そうですか、はい、さてレフリー吉田優作、ジャッジ江崎博一、そしてジャッジ森田健の対戦は判定でお馬です。お馬が通されました。これからジャッジペーパーの発表があると思うんですが、八百屋さん、はい、まあ、あの判定で辛くもものにした馬ですが、しかしあの後楽園ホールのお客さんも八百屋さんも納得してますよね。これはお客さんも納得しないんじゃないですかね、はい、まあ、確かに久々のリングということで苦しかったことも事実でしょうが、やっぱりまだちょっと勘が戻ってなかったということでしょうか。確かにそれもありますけどね、はい、あの僕選手の、ね、右に、ね、うまくあしらわれているという感じを受けましたね。そうですか、勝ちました小熊商事選手にフジテレビの荻野チーフプロデューサーから勝利トロフィーが贈られています。まあ、それにしてもベテランと言いますかね、あの小熊商事やはりですね、今ペーパーの集計が出されますね。レフリーの吉田優作、99対98ですね。ですね、ワンポイント、はいはい、そしてジャッジの瀬崎が98対97、ワンポイント、そして、ジャッジの森田健が98対97、いずれもワンポイント差でお馬ということなんですが、それにしても本当に苦しかったですね。はい、苦しかったですね。まあ、しかしですね、あのジュニアバンタムでやること、まあ、これで本人にとってはまあこれからの試練もあるでしょうけど、一応目処が立ったと見てよろしいですか。そうでしょうね、あの、はい、ジュニアバンタムでこれだけできるんだということですね、はい、それともう少しね、作戦的なことでもう少し頭を使ってもらいたいですね。あ、そうですか。ただただ右のフックだけ打つ、左のストレートを打っていく、それだけじゃなくね、いろいろな攻撃をしてもらいたいですね、はい、ベテランなんですよ、はい、ベテランのそのいぶし銀っていうやつをね、見せてもらいたいですね、はい、今日あたりは。まあ、あの8月ですね、はい、30日にですね、韓国で金鉄鋼に挑戦するという話がですね、はいはい、ほとんどもう本決まりになっているわけでですね、逆にね、この選手はね、あの外国出てやった方がね、はい、いいんですよ。そうですね、どちらかというとね、硬、はい、くなる選手ですからね、うん、知らないとこ行った方がね、気が楽になってできるんじゃないかなという感じもしますね。そうですね、はい、あの金鉄鋼がですね、5月下旬に韓国のタイデンで WBC ジュニアバンタム1位のラウル・バラスと5度目のですね、防衛戦をやるわけなんですが、はい、それに勝ったら今度は小熊とやりたいということを向こうから言ってきたわけでね、いいことですね、小熊にとってはもうまたとないチャンスなわけなんですが、日にちも8月30日と決まっているわけなんですがね、それに向けてですね、ぜひ戦ってほしいと思うんですが、やはりこれからも実戦の勘ですか。そうですね、それとね、右の使い方ね、うん、これはもう少しうんと使ってもらいたいということね、何しろ先手先手で攻めるということね、はい、何しろあの後手後手になってるでしょ、今日の試合でもね、うん、はい、そうじゃなく先手先手でもって、後手になったらすぐ先手で奪い返すような、はい、あの策を講じるということね、はい、相手の攻撃の裏を返していく、相手が右の攻撃をしてくると思ったら、うん、それの裏を返すような頭を使ってもらいたいというふうに思いますね、はい、あのそれから木村一郎会長がですね、まあ、その8月30日の世界タイトル挑戦ということにまでにですね、はい、あのまあ、試合はもうしないということを言ったんですが、ね、これから5ヶ月ありますよね、そうですね、です、試合はやらなくてもね、はい、まあ、スパーリングとそれからお客さんの前へ出てね、はい、スパーリングやることね、なるほど、これが、はい、お客さんがいるいないじゃね、全然違ってきますからね、はい、そういう勘をつかむことがいいんじゃないかなと思いますよ。わかりました、はい、今日のメインイベント WBC 世界ジュニアバンタム級4位小熊商事と韓国ジュニアバンタム級6位ボクサンイレの10回戦ですが、3対0の判定ですが、非常に僅差でした。小熊がジュニアバンタム級再起第一戦を飾っております。さて八百屋さん、はい、ですね、ジュニアバンタムの試合が終わったわけなんですが、けどジュニアフライと言いますと、今度4月13日にですね、ミサコジムのトモリ・タダシがですね、そうですね、世界初挑戦、はいはい、チャンピオン WBC 世界ジュニアフライ級チャンピオンアマド・ウルスアに挑戦するわけですけどね、このトモリの試合ということなんですが、いかがですか。
友野君の悪い欠点はね、カッとなって大きくなる、大振りになることね、はい、これが、まあ、俗に言う喧嘩ボクシングですよね、はい、それにならないようなボクシングをしてもらいたいということね。なるほどね。まあ、決めの細かいということはね、あの選手には無理ですからね、はい、もう少し小さく思いっきり打てるパンチを身につけることね、はい、それじゃないとやはり相手もね、何かファイターだということ、ね、そうなんですね。今チャンピオンのですね、アマドウルサーが映ってますが、36戦28勝8敗28勝のうちには22のノックアウト勝ちがあるという強打者、イラリオ・サパタをですね、はいはい、大会にノックアウトして世界チャンピオンになったわけなんですね、はいはい、しかしですね、今度4月4日に渡嘉敷に挑戦するフベマデラには倒されているという、要するに倒すか倒されるかの試合をするチャンピオンですね、ですからね、僕は大振りじゃなくね、小さく思い切り打ったパンチが当たれば、ともり君パンチありますからね、面白いんじゃないかと。そうですね、意外と軽量級でも非常にスリリングのある試合が見られるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、ともりにとって初の世界挑戦ということなんですが、若さがありますからね、怖いもの知らずといいますか、こういったところを発揮して4月13日の世界初挑戦 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチをね、それで接近してですね、長く打ち合わないこと、これが必要だと思いますね。それとフットワークと右のリード、これを良くすれば間違いないと思いますね。今チャンピオンの実戦予想が紹介されます。